よっさんのオフ会は3人も来たらしいよ。墓石は？お母さんのお墓参りで金儲けたよ。墓石がないって初めて見たんだけど、そんなことあるんだな。今日競馬で10万負けたの。と金があるな。さすが億万長者は違うわ。奥持ってるからね、予算は。羨ましいね。奥持ってるよ。それで墓石買えよな。奥持ってんだから。奥持ってるなら墓石買えばいいのに。よっさんは今何歳？41歳とかじゃないの？新やっちょと TJ とモンジョリと同い年ぐらいだよ。42歳だね。よっさんのお母さんはなんかしゃぶ中だったらしい。よっさんが配信でディスってるね。死んだお母さんをしゃぶ中がとか言って。新八丁は12歳。新八丁は12歳って自分で言ってるだけで誰も信じてない。和歌山刑務所に入ってたんだ。だから新野町とかよっさんとか親の愛情が足りなかった人がなんか閲覧中になるんだよ。閲覧を異常に気にするようになるんだよ。愛情が足りないから愛情を確認したいっつって。わかりやすい数字で愛情を確認したいから。閲覧中になっちゃうんだよ。悲しい、切ない話だよ、ほんま。やっぱ子供の頃の愛情は必要だよ。大事だよな。